ガールズステップは、宇山圭介の小説、また、それを原作とした日本映画。主人公の西原あずさは、優柔不断で仲間外れになるのが嫌で、多数に流れてしまいがちな高校3年生。恋心を抱く、憧れの先輩、池部保つとの約束を守るために、ダンス部の部長になる。新年度最初の部活のために練習場に向かうと、ダンス部の落ちこぼれ、小沢明。 木島美香、岸本玉モの3人と誰よりもダンスが、上手いが、協調性のない方世愛会の4人しか集まらず、梓が部長になったことに反発して、友達だと思っていた、倉田ユイをはじめとして主力部員が退部してしまう。梓はユイから、ダンス部のお荷物、友達とは思っていないと言われてしまい、ショックでその日は残った4人に何も言えず帰宅してしまう。 翌日五人で話し合い、一旦廃部にしようとなったが、あずさが強く存続を訴えたため、愛会からダンスのコーチを来てくれれば存続しようと、提案があり、あずさが探すことになる。あずさがたまたま街で、世界的に有名なケニー・チョビとウリ二つの男に、出くわし、男の家まで行くコーチを依頼する。男は、一卵性ソーセージの兄ケニー・チョビは亡くなっていて、自分は、 踊れない弟の健ロ郎だと名乗る。一度はコーチになることを断れるが、あずさがダンス部の4人にケニー長尾がコーチを引きつけてくれたと嘘をついてしまい、あずさの家に居候する条件で、健ロ郎が兄のふりをして、コーチになった。踊れない健ロ郎と、新生ダンス部5人で、コーチの蘇生がバレそうになりながら、夏の大会に向けた練習が始まる。格段に上手な愛会が、 だらしない4人に対して思い詰めた感じで出席する場面が多くなる。そんな中、ゆいたちダンス部を退部したグループが東京でテレビの収録があり、梅雨の時期なので練習場を貸してほしいと言われ、あずさは押し切られてしまう。そのことを愛会たち4人特に愛会から反発され、愛会が練習場から帰ってしまう。その日の練習後、ダカシアに アズサたちたち4人が立ち寄り、改めてダンス部に入部した理由などを聞くことになり、アズサは、ユイたちと一緒に、他の部員たちをバカにしていたことに気づく。その後、ユイたちのグループが約束よりも早く練習場を使わせほしいと、アズサたちがいる練習場に来るが、アズサは一旦は押し切られそうになりながらも、私たちの居場所だからと断る。 このことで少しだけ離れていた5人の気持ちがつながり、分け合い合いとダンスに打ち込むことができるようになり、大会を迎える。しかし、大会前日、あずさが憧れの先輩いけばと愛海が一緒にいる現場を目撃してしまい、当日気持ちが集中できずにダンスは散々な結果になってしまう。落ち込むあずさが健次郎と言い争う中で、健次郎が偽物だと他の部員にバレてしまう。 そのことを、あずさは、愛いたち4人に謝ることができないままに、夏休みが過ぎ、ケンジロウは、あずさの家を出ることになる。バラバラになってしまった5人をよそに、有名になっているユイたちのグループが、ダンス部の練習場で練習している。あずさは、大会以降話ができていない4人にメールなどを送り、家庭の事情がありながらも、ひたむきにダンスに向き合う愛いや他の3人の思いに、 触れて自分のためだけに踊るのではなくてみんなと一緒に踊りたいという気持ちでまた5人が一つになってダンスに向き合うようになる。そんな中、あずさの高校でケニー長尾の復活ライブ開催を告知するポスターを目にし出演者に高校ダンス部の名前があることに驚く。ケンジローが役場に勤めるあずさの父親に掛け合いダンス部を交えたライブを企画してくれたことを知る。 ダンス部5人が、それぞれの得意分野を活かして、ライブに向けて、練習を開始する。ライブ当日、ケンジローから、ケニー長尾本人だと告げられ、怪我のためにうまく踊れない中で、ダンスに向き合うケニーを見ながら、あずさたちは失敗してもみんなで楽しく踊れることが、大切という思いを抱いて舞台に向かう。2015年9月12日劇場公開。いガールズのパフォーマーを務める石井アンナは、 本作が映画初主演ジェネレーションズ・フロム・エグザイル・トライブが主題歌を担当する。映画プロデューサーが友情、夢、強さという映画のテーマをストレートに伝えられる楽曲だと思い主題歌に起用された。文部科学省とのタイアップ企画によりスポーツ庁発足の周知を目的としたタイアップポスターが制作され全国の中学校、 高等学校やダンス教室へ配布された。法務省が映画と連携した人権用語ポスターを作成。主人公の西原あずさは幼い頃にいじめられたトラウマから誰に対しても調子よく接してしまう高校2年生。チア部のキャプテンであずさとクラスメートの倉田ゆいたちと一緒に過ごしている。必修科目であるダンスのテストを欠席したあずさは単位を取得するために、 ネクラなスマホ中毒の片瀬愛会、ブリッコで、勘違い女子の小沢はずき、野呂長流弁、岸本玉木、ヤンキーの木島美香の通称ジミーズ4人と一緒に、ダンスで、街のイベントに出ることになった。コーチとしてやってきた、ケニー長備の指導の下、ダンス経験のないあずさら5人で練習する中で、イベントでのパフォーマンスは、散々だったが、友達と一緒にやるダンスの楽しさに目覚める。 イベント終了後に立ち寄った、美香の恋人、大久保啓太のお店で、ダンスの感想などで盛り上がっている中、全日本高校生ダンス選手権のチラシを見て、自分たちも目指すことにする。体育教師の藤原先生に相談すると、体育館を継続的に使うには部活動でないといけないことが、わかり、藤原先生に顧問になってもらいダンス部を結成する。藤原先生からダンスは、 専門外だから、コーチが必要と言われ、イベント終了後に名刺をもらっていた、ケニー長尾のダンス教室に向かい、5人のお小遣いを集めたものを渡しコーチになってもらう。当初、カは、学業成績が気になり、部には参加しなかったが、ダンスをしている4人を見て、母親に、自家判して入部する。ダンス部の活動が始まるが、体育館での練習場所などで優勝を目指している。 チアブとたびたびぶつかることがあり、アズサはユイたちに自分たちダンス部のことを主張できずにいた。そんなアズサを少し不満に思っている4人であったが、練習中にチアブとダンス部のメンバーがぶつかってしまうという事故が起きる。そのことでアズサはユイたちと距離を置かれることになり、ユイたちとの仲を修復しようとしてダンス部の練習に出なかったりして、4人との関係も、 ぎこちなくなくってしまう最後には、勘一人だけがケニーとの練習に参加するようになり、キューブ状態になる。幼馴染みの池部保つから助言を受けたりしながら、四人、それぞれの家庭の事情や男性の思いに触れることで、改めて、五人で大会に向けて、ダンスに向き合うことを誓う。ダンスに真摯に向き合う五人を見て、ユイたちも、大会直前には練習場所を譲ったり、 見栄えする化粧方法を教えたりと応援してくれるようになる。大会当日は早々たるグループの中で自分たちのダンスを踊り切り、それぞれが次のステップに一歩踏み出すことになる。原作とは主要な登場人物や女子高生が周りの友達関係に悩みながらダンスに出会い、次のステップに踏み出すという物語の基本部分は同じであるが、 登場人物の人物設定や物語の詳細は異なる。河村監督はダンスの授業が必修化した経緯や女子高生のことを取材する中で物語やキャラクターに落とし込んでいった。ありがとうございます。